続いては日本一醤油岡直三郎商店さん、はい、足尾銅山関係で豪商に上り詰めた近江商人さんだと聞いてますけど、はい、行ってみましょうか。はい、行ってみましょう。失礼します。お邪魔します。お邪魔します。こんにちは。こんにちは。今日は深津さんに、はい、ご案内をいただくということで、はい、はい、じゃあ早速行きましょうか。行っちゃいますか。お願いします。よろしくお願いします。じゃあこちらの奥ね、工場になってますんで、はい、まあ、工場見学といってもね、はい、うちの場合は仕込み蔵の見学ということで、はい、大きな木の桶がありまして、はい、その中で醤油を昔ながらの作り方をしてます、はい、それのまあ本当に仕込みをねしてあるそのもろみというものをご覧いただくと、はい、ちょうど今はね新しいもろみと、去年仕込んだもう出来上がった完熟したもろみと、うん、2種類をね見比べていただいて、それを見ながらいろいろ醤油作りを解説してまいりますので、まあ、建物自体はね、はい、まあ、これ明治大正の建物でございますので、100年140年というね古い建物、その古い建物の中でいまだに昔ながらの醤油作りをしているというところでございますね。昔ながらというのは本当に昔から代々の作り方なんですか？そうですね、まあ、あの今スーパーで、ね、多く並んでますお醤油っていうのは、うん、最新式のステンレスのタンクで、ね、はい、作ってる、そんな醤油になりますけども、はい、うちは木の桶で天然醸造、まあ、自然のままですね、うん、こちらが仕込み蔵になりますね。仕込み蔵でございます。はい、あ、すごいかっこいい。お邪魔します。はい、あ、すごいお醤油の匂いが一気に、はい、こちらの蔵ね、これ土蔵になりますけども、うん、こちらの蔵がこれ大正の初期に作られた蔵らしいですね。でこの大きな桶、ね、これ杉の木でできて、ね、タがこれ竹で、組んでありますけども、これ直径が2メートル60もあります。高さも2メートル20というとても大きいもんで、でこんな古い桶でね、古い蔵の中で未だにこうね昔ながらの醤油作りをしている、うん、この桶、あとはこの蔵全体にもですけども酵母菌、はい、醤油を作るための酵母菌たちがここに行き着いててくれて、うん、でこの大きな桶、これ6000リットルぐらいのもろみが入ってます。6000リットル、ね、6000リットルはピンとは来ないですけどね、6000リットルのもろみから、まあ、大体4000リットルというと一升瓶に換算して2000本ちょっとと、うんうんうん、いうぐらいの量の、ね、お醤油が作られる、ね、じゃあ上に参りますよ。はい、お邪魔します。上に来ると随分こう柱とかも、そうですね、蔵にも住み着いている蔵付き工房という、まあちょっと汚そうに見えますけども、これがまあね大切なものなんで、これを落としちゃいけないということで、うん、まあ、この上の方ね、柱、梁、壁についてはこれ一切掃除はしておりません。飛んでいるんです。飛んでいるんですか？ふわ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 浮いているうちのいくつかがこういうところにくっつくわけですね。うーん、まあ目には見えないんでね、よくわかんないですけどもね。うーん、でまたここにね、柱、梁、壁にくっついたその酵母が、はい、まあ、胞子をまた飛ばしてくれて、このもろみに作用して、うんうん、その蔵の味を作ってくれる。うちの味はその、ね、仕込んだ時に、まあ、入れる種の麹菌もあるんですけど、プラスアルファこの蔵に住んでる菌がうちの味を作ってくれるということになりますね。でこちらね、明るいところからいいと思います。これがこの間まだ仕込んだばっかりの新しいもろみ、新しいっぽい色が、大豆と小麦と塩水ですね、うん、大豆はつぶつぶが見えますよね、はい、麦はね、いった後に砕いちゃうんですよ。だからこの上にちょっとゴミみたいに、ね、白っぽくなってる、これが麦ですね、小麦ですね。はい、でこれが寒い時期に仕込んでおいて、あったかくなって発酵を始めるのが今頃から、その4ヶ月間でお醤油に変化していくと、だんだんだん色が濃くなっていくわけですね。これは去年作ったやつで、もうこれは完全に熟成されて、あとはもう絞るのを待ってるだけですね。絞り待ち、こんなにあるんですね。これも去年の今頃は、うんうん、さっきご覧いただいたのと同じような色してたわけです。うーん、今だいぶいい色してますね。うん、大量生産してるメーカーさんですと、その秋のうちにこれを絞っちゃってもお醤油にして売っちゃうわけです、うん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 、ところがうちはまだこうやって残ってると、うん、とにかくこの桶の中で熟成させる時間をいっぱい取ると、1年半ぐらい、1年2ヶ月から1年半ぐらいここで熟成させます。じゃあ一冬超えるわけですよね。こう1回転以上するわけですね。そうですね。
ここでね、まあ、時々かき混ぜたりこう面倒見ながら、うん、長い時間ずっとここに使っていくからできる濃い醤油、うん、濃い醤油ったってしょっぱいんじゃなくて旨味の濃い香りの濃い醤油が出来上がるということですね。このもろみが目の前で見えて、とにかくこの蔵の匂い、いやそうですね、これが体験できることがまあ一番だと思うんですね。皆さん匂い分かりますか、これすごい豆の匂いがしてますね。お醤油の匂いというよりは、あの発酵の時には炭酸ガスの泡がこう出てきます。プチプチプチ、その泡が見えて、うん、一番生きてる感じがする。あ、ね、今ちょっと眠ってる感じがする。これからですから、まだこれから、これからプチプチ出す、芽生えようと、芽生えようと。その日本一醤油って書いてあるんですけど、はいはい、日本一っていうなんか理由とか言われとかある？まあ、明治からのブランドなんでね、まあ、新しいといえば新しいんですが、でもまあ百何十年経ってるという、そんなブランドなんですけどね、まあ、日本一になろうという志で、命名したんじゃないかと思いますね、はい、はい、足元気をつけてください。はい、ありがとうございます。この辺がみんな大正の蔵だというふうに言われてますね。この蔵は従業員たちのお米が入ってた穀蔵っていう、もともと近江商人のうちなもんですから、はい、従業員も全部近江から来て住み込みだったんですね、はいはい、なるほど。 であちらの蔵が大福町とかはそういう町が入ってた文庫蔵って言って、一応その文庫蔵とこのお店の建物が一応登録有形文化財になっております。すごいね、歴史があるね。歴史あるね。